ワルテル・ガルガのこと、ワルテル・アレ・ハンドのガルガのゲバラは、ウルグアイ・パイ・サンドゥー出身のサッカー選手。ウルグアイ一部リーグ CA ペニャロール所属の、ウルグアイ代表選手。ポジションはミッドフィールダー。ダヌービオ2001年にダヌービオ FC の下部組織に入団し、2003年にトップチームに昇格した。 翌2004年にプロデビューを果たし、同年にウルグワイプリメーラディビシオンでトルネオアペルトゥーラ及びトルネオクラウスーラ優勝を経験した。ダヌービオは、同年度のコパスダメリカーナのウルグワイパラグアイ地区予選に出場、1回戦で CA ペニャロールと対戦したが、第1戦を1から2で落としたこともあり、2回戦には進めなかった。2005年には、 コパリベルタドーレスとコパスダメリカーナに出場。2006から7年度には、プリメーラディビシオンで、アペルトゥーラとクラウスーラの双方で優勝を経験。ペニャロールとのプレイオフを、PK 戦を制して年間チャンピオンとなった。ガルガノは、トップチームで、計83試合に出場し、リーグ最優秀若手選手として表彰された。ナポリ2007年7月24日。 イタリアセリエ A の SSC ナポリへ移籍し5年契約を結んだ。移籍金は320万ユーロ。同年8月15日のコッパイタリアの1回戦でナポリの選手として初出場。試合は4から0でナポリが勝利した。同月26日に行われた開幕節のカリアリ戦でリーグ戦初出場。同年10月20日、第8節の AS。 ローマ戦では初得点を挙げた。入団1年目は34試合に出場し、2得点を記録。翌2008から09シーズンは、シーズン終盤の練習中に足を骨折した欠場を強いられたものの、26試合に出場。守備的中盤の選手として、チーム内での地位を確立。2009から10シーズン及び2010から11。 シーズンは36試合、2011から12、シーズンは33試合に出場した。2010年1月、ナポリとの契約を2015年まで延長した。インテル2012年8月23日、インテルへのレンタル移籍が発表された。500万ユーロでの買取オプション付きで、レンタル料は150万ユーロ。28試合に出場し、 レギュラーをつかんでいた時期もあったが、2013年6月に、ナポリ時代に、不仲の噂されたワルテル・マッツァーリが、インテルの指揮官に就任したこともあって、買取オプション行使には至らなかった。パルマ FC2013 年9月1日、パルマ FC へのレンタル移籍が決定。モンテレー2015年7月3日、リーガ MXCF モンテレーに移籍した。 移籍金は150万ユーロ。2006年5月21日のリビアとの親善試合で代表デビュー。2007年にベネズエラで開催されたコパアメリカ2007に出場するウルグアイ代表に選出され、準決勝のブラジル戦で75分、ディエゴペレスと交代する形で出場した。3位決定戦のメキシコ戦でも79分に交代出場する機会を得た。 ウルグアイ代表は4位の成績で大会を終えた。2010FIFA ワールドカップのメンバーにも選出され、グループリーグの南アフリカ戦で90分から途中出場し、ワールドカップデビュー。準決勝のオランダ戦ではフル出場を果たした。ドイツとの3位決定戦にも途中出場し、この大会は計3試合に出場した。 2011年5月29日のドイツとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。